松たか子さんで明日春が来たらでした。この後3時5分頃からはお役宣伝アワーでございます。今週のお題は数字、そして兆し、あるいは兆すでございます。どんどんお便りください。お待ちしております。1時55分になりました。名古屋からニュース気象情報をお伝えします。昨夜、北朝鮮が拉致被害者を含む日本人の行方不明者の調査を全面的に中止することなどを発表したことについて、拉致された可能性を排除できないとされる岐阜県出身の失踪者の父親は、調査に望みを持っていたので本当に残念ですと話しました。北朝鮮は昨夜、国営メディアを通じて日本政府が独自の制裁措置を決めたことを非難した上で、被害者を含む日本人行方不明者の調査を全面的に中止することや、調査にあたる特別調査委員会を解体すると一方的に発表しました。これを受けて、北朝鮮に拉致された可能性が排除できないとされる岐阜県垂井町出身の林正俊さんの父親、とちおさん69歳が取材に応じ、特別調査委員会の発足で本当に息子が帰ってくるのではないかと期待していたので残念の一言ですと話しました。一方、日本政府に対しては、これで諦めたら北朝鮮の思うつぼなので、今まで以上に粘り強く交渉してほしいと述べた上で、いつか息子が帰ってくることを待つしかないですと現在の心情を明らかにしました。今入ってきたニュースです。鉄道の情報です。 JR 紀勢線は午後1時10分過ぎに津市内の踏切で起きた人身事故のため、津駅と松阪駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時45分に運転を再開しました。 JR 紀勢線は午後1時10分過ぎに津市内の踏切で起きた人身事故のため、津駅と松阪駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時45分に運転を再開しています。では、ニュースを続けます。明日のバレンタインデーを前に、花を送って感謝の気持ちを伝えてもらおうと、三重県鈴鹿市の商業施設で、ブーケを販売したり、フラワーアレンジメント作りを体験したりする催しが開かれています。鈴鹿市など三重県北部は花の生産が盛んで、この催しは地元の花の生産や販売の団体が開きました。会場では、ガーベラやスイートピーなど春の花を使ったブーケが販売されているほか、簡単なフラワーアレンジメント作りを体験できるコーナーも設けられ、参加した人が思い思いの色の花を組み合わせていました。また花びらのように見える赤い葉が特徴的なアンスリウムの鉢をハートの形に並べた壁の前で花束を手に記念撮影をしていました。夫婦で訪れた女性は、花が好きなの大好きなので自分の分が欲しくなりましたと話していました。一人で訪れた男性は、感謝を込めてサプライズで妻に渡したいと話していました。花の販売店で作る鈴鹿生花商組合の日高武史組合長は、海外ではバレンタインデーに花を贈ることが多く、日本にもその文化を広めたいと話していました。この催しは今日午後4時までイオンモール鈴鹿で開かれています。かわって気象情報です。現在愛知岐阜三重に警報注意報は出ていません。この後の空模様です。愛知岐阜三重の平野部は雨でしょう。岐阜県の北部山間部も雨、三重県南部は雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。静岡は曇り、夕方から雨の予報です。では明日の各地の予報です。愛知岐阜三重の平野部、明日は雨、昼前から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。岐阜県の北部山間部、雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴うでしょう。三重県南部は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。静岡の明日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。北陸もお伝えします。福井、石川、富山、明日は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。東京と大阪です。東京地方、明日は雨、昼前から曇りでしょう。大阪は雨、昼
昼前から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日はお昼頃まで各地、下り坂、雨が降る予報となっています。ご注意ください。ここまで船岡がお伝えしました。まもなく3時になります。北海道沖の海底に設置され、5年前の巨大地震の後、回収できないままになっていた津波を観測する水圧計が、およそ7000キロ離れたアメリカの西海岸に流れ着いていたことが分かり、日本の研究者のもとへ返還されました。
この先工事のため車線規制があります。この先、工事のため、車線規制があります。
この先、標識工事のため、追い越し車線規制です。
標識工事のため追い越し車線規制です。
この先、標識工事のため、追い越し車線規制です。
です。
およそ300メートル先、左方向です。Thank you.